真ん中でやるとしてるよね。だから脊柱起立筋両側なので、で肩甲骨も両側なので、そこをバラして広がしながらそうやって降りていくっていうふうにすると、地面もうまくつかみやすい。足の指もこう、足指をこう親指とかね、指でこう地面をつかめるし、足の裏全部を使えるし、かかとも使えるしっていう。そうそうそう。でこう立ち上げていくと、うにょうにょと。でこう前とかも斜めバランス、斜めバランス、斜めバランス。腰でかく8ね、そうそうそう、大丈夫でいくと、うん、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか、うん、うよーんって感じ、うよよーんって感じ、あ、そう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 、そうするとさっきね深く沈めた感じがすごく意味があることなんだよね、うん、もう一回深く沈めてみて、だんだんこう脱力してて腰からバラバラで、そしてケツもこれが一番長くなるような、そうそう。でこう、あ、そう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 、この辺で柔らかくなりましたよ、はい、起立筋を柔らかくして、そう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 、爪も腰活性化、これも活性化、あ、そう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 、あ、今一番いい形、そう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 、全然いい形ですね、深く入ってるじゃないですか、そう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 、そういう感じ、そういう感じで、そこからグニョって上がって、上がってきて、ゆっくりじわじわと、本当にミリ単位で上がって、およよよ、いただきます、あ、難しい、はい、もう一回やりました、この器具いいね、やっぱりまた売ればいいのにな、そうそう、で上に最後手を広げて上に上がるぐらいこう伸びやかなこう天井空、今三日月が出てますけど、ああいいね、いいね、その動きいいですよ、いいですね、で上の方にちょっと頭もずっと上に引っ張ってもらって、で上に引っ張ってもらう、胸開いていくよ、あ、よし